こんばんはファンクです。それではね、最初のおニュースは、最近ちょっとねいろいろ話題になってる納豆に関してのニュースです。参考資料、納豆定食生涯無料パス購入者パスを取り上げられる。即日完売の納豆ご飯セット生涯無料パス1000人分追加。水戸の納豆専門店、赤字にならないか聞いてみた。赤字になりませんか？令和納豆は最低でも100年は続くお店にしたいので、徹底的なコスト分析と1000名分のパスポートが売り切れになってもお店が黒字経営していけるような仕組みを準備しています。あ、それでね、今からちょっと重要なことをこれからファンクが皆様にお伝えしなきゃいけないんですけども、なんかあまりクラウドというのがわからない状態でこれ話しますね。いや、ごめんなさい。この程度ですよ。時しからは甘く見ないでよ。すべてを分かってると思わないで。あ、それでね、1万円のクラウドファンディングで納豆定食が一生無料になる永久会員パスポートの所持者でした。ある日、突然に店員から、本日からパスポートは使用できないと一方的にパスを取り上げられました。理由は、毎回無料の納豆定食しか頼んでいない。メールでのアンケートの回答が不誠実だった。以下の理由で契約にある当店と会員の信頼関係が損なわれたと認められた場合に該当するとのこと。確かに契約に書いてありますが、客と店の信頼関係って一体何？信頼関係ね、どういうこと？つまり店側の判断でパスはいつでも取り上げられるので、パスのせいで赤字になることはないという算段か。確か今回で16回目のパス使用でした。定食600円 ×15 回で9000円で、店としてもここからが使用時と判断したのでしょう。1万円で納豆定食が一生無料と甘いことを歌ってお金を集めておきながら、信頼関係がなくなったと一方的にパスを取り上げる。こんな詐欺まがいの店に怒りを感じています。パスをお持ちでない方には関係のない話だと思いますが、今後来店される方はそういう考えの店ということを理解した上で来店された方がいいと思います。え？どういうこと？それでこのクラウドファンディングってのを調べてみたのよ。英語でクラウドは群衆で、資金調達のことを英語でファンディングを組み合わせた造語で、それでクラウドファンディングってことね。インターネットを通して自分の活動や夢を発信することで、思いに共感した人や活動を応援したいと思っている人から資金を募る仕組みです。途上国支援や商品紹介、自伝本の制作など幅広いプロジェクトが実証されています。活動と、夢を発信すること。夢を？ファンク、松下行くとハグしたいんだけど。そういうの発信していいの？松下行くとハグしたい。で、これはいつハグでいいの？そこら辺皆さんちょっと早急にお願いいたします。それで、それに共感した人の対価として、この無料な納豆、ゲッチュってことでしょ？それで、この、クラウドのなんか変な購入っていうの？寄付？よくわかんないけど、それの対価が無料パスポート所持者が非所持者1名の同行者とご来店された場合、無料パスポートの所有者の梅セット、松セットまで無料でアップグレードできるとか、あと松のなんていうの無料バージョンとか、なんかいろんなこと書いてあるんだけど、利用規約無料パスポートはご本人様のみ1日1回限り使用が可能です。他人への譲渡は禁止です。店舗の納豆の在庫はなくなった場合は使用不可となります。混雑時の長時間滞在はご協力いただく場合があります。無料パスポートの紛失盗難などは再発行料3000円が発生します。当店は食材を大切にしていますので、基本的に食べ残しは禁止とします。その他細かい利用規約は無料パスポートの初回利用時に店頭でお渡しします。利用規約、買った後にまた利用規約というのが別途で違うのがもらえるということなの。お金集めた時に全部説明するんじゃなくて、また後から利用規約が添付されるという。これが添付ファイルってやつなんですね。それで今回、その無料セットしか頼んでないっていうのとアンケートが不誠実だったっていうのは、お金出した後の、その添付ファイルが出てきたってことね。これって、普通お金払う前に最初に説明しないとあかんじゃないの。サービス内容が変わっちゃうよね。ごめん、扇風機つけ出したからちょっとボー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 お尻になってますけども、決して嵐の中にいるわけじゃないのでよろしくお願いいたします。それで最初に戻るけど、なんていうの、アンケートが不誠実だったっていうのと、無料の納豆ばっか頼むなっていうことでしょ。ホームページとかさ、いろいろ見たりいろいろしてるんだけど、まず無料なの食べちゃダメだって最初に説明ないじゃん。で、アンケートが不誠実だったっていう理由で、これいいの？これ何？ニュータイプってこと？全く意味わからないんだけどこんなことしたらお客さんにめっちゃ嫌われるじゃん。客商売でさ、お客さんに逆に嫌われに行くって新しいと思う。有田じゃん、キングコングの西野って。で、意識高いと思うのね、パンク言ってることとかも。西野もだってクラウドファンディングいろいろやってたらしいんですよ。よくわからないけど。でね、西野の場合はね、意識高いだけあって気持ちも高かったと思うよ。みんなにめっちゃ叩かれたじゃん。絵本作家とかどの子に言っててさ、結局なんか絵描いてる絵師の人が何人かいて、それをなんていうの一つにしたんでしょ。いや、お前じゃあ結局何やってんだよとかって他人の力じゃねえかってなんかいろいろ叩いた人とかいるじゃん。でもこういう形で出した人いないんで、僕は全然いいと思いますけどっていう強い意識でいたから、ずっと最後までやり続けられたじゃん。令和納豆さんも鍵かけちゃったでしょ。見れないようになってるじゃん言ってることは意識高いけどさ、やってることをね、ドロンチョじゃん。これはあかんですよ。ごめんなさいしとき、今のうちにね、取り上げちゃった人のところに、なんていうの、なんかバームクーヘンかなんか持ってって、バームクーヘン知ってます？輪っかになってるじゃないですかね、またお互い輪になってっていう、ああいう意味も込めてね、下町のね、ヤンキーどもはね、みんななんかやっちゃった人のところにね、持ってくもんなんですよ。特に江東区なんかそうですよ。バングの年代とかは。みんなバームクーヘン持ってってね、また何も言わなくてもいいのよ。バームクーヘンって伝えた瞬間に、あ、またね、輪になってやっていこうってことなんですね。わかりましたって。ね、そういう心をね、こう察してくれますから。バームクーヘン持ってってき。ね。早めにごめんなさいしとかなきゃいけないよ。ダメよ。続いてはね、ポケマトメールさんっていうところのね、ニュースに載ってたんだけど、ドン・キホーテでちょっとね、今収入が少ない方用のお寿司がね、なんか話題になってんだって。で、ちょっと見てみたのね。あ、これは、一杯のかけそばよりも泣ける。あららら。ただの酢飯という名前も。小さいやつだと98円。一番左隅の。このサイズだと299円。これは、これなにネタ乗せる用のただの酢飯ってことじゃないよね。これパックに入ってんでしょ。どうなんだろう。でもこう。それだったらスーパーのさ、ファンクだったら、千代田寿司、あ、いつもお世話になっております。千代田寿司のさ、タイムセール神だわ。千代田さん、あなた神ですよ。寿司食いてえなー。でもお金足りないし、どうしよう。これもう、交通費のことも考えたら。あ、千代田寿司様があるじゃないっつって。ね、なんか千代田寿司が近かったらもう、へへーっつってね、頭をね、ひれ伏しながらいつも買い物してますよ。千代田さんの、だったら、結構、いい値段で食べれると、このお米半分ぐらいになっちゃいますけども。でも酢飯だけじゃ嫌よ。ねえ。うん。あれ、薬師寺だったっけ元さ、ボクサーの。薬師寺かなんかも、あれでしょ、減量中。どうしても寿司食いてえなと思ったらさ、友達呼んで、友達かなんか食べさせてる横で見てたとかって話、なんかのテレビで聞いたことあるよ。で、その友達が食べてる光景を見て、なんか自分も食べてる気分になってるって。で、友達がこんな食っちゃっていいのって、いいからどんどん食ってくれって。お願いだから、もっと、マグロとか、まあ、トロとか、そのガンガン食ってくれって言って、それ見て、今度試合が勝ったら必ず食ってやるっていう、そういうのだったらね、まだしもね、いや、でもこっちもきついな。ファンクが減量中目の前で、寿司なんか食べられたら、この恨み腹さで置くべきかってなるけどね。それファンクね、回転するお寿司屋さんでよくさ、三崎港行くんですけども、はま寿司とかもね。でさ、前にさ、文京区のさ、はま寿司で不思議な光景見たんだけど、ギャルのお姉ちゃんがさ、ネタだけ食べてさ、シャリ残してんのよ。ファンクだけじゃなくて、周りのお客さんとかもさ、何あれってみんな言ってる。すっごく残してんのよ、シャリだけ。どんどんめっちゃ食ってるから、なんか二人ぐらいギャルのお姉ちゃんがね、ガンガン撮って、で、写真撮ったりしてた。インスタ映えのお姉ちゃんでしょ。あの時期すごい問題になってるね。刺身食べりゃいいじゃん。あれはね、お米がかわいそうよ。夜中絶対もったいない化けてるよ。確実ですよ。それでは本日の特集です。皆さん、ティッシュのと覚えてます？お金めっちゃ持ってる人で、突然死しちゃったじゃん。で、体の中からさ、覚醒する何かがさ、出てきちゃってさ。で、口と体内から入ったと見られてるんだけど、これの事件でさ、奥さんと、若い、すごく、もう何十歳も下の奥さんなんでしょ？あと家政婦の人も疑われたりしててさ。で、結局何もわからないままさ、ずーっと、なんか捜査状況も流れないと続いてたじゃないですか。なんでその後さ、捜査状況が流れなかったかっていうと、ある事情があったんだって。自宅とかと会社とかからさ、押収されたさ、ビール瓶？その中に、なんか覚醒が入ってんじゃないかって、捜査当局の人は睨んでたのよ。だって注射痕がないんだって。っていうことはさ、口とかあと体からしかさ、採取する方法ないじゃない。最も、怪しいと思われてたのが、直前まで飲んでたビール瓶。それが全てね、集めると、2000本あったんだって。それを一つ一つ、調べるのにはすっごい時間かかんだって。2000本だもんね。1本でも相当数の時間かかるんで。で、それとは別に違う、捜査をね、どんどん警察の方で進めてったんだって。事件が起こる数日前に、掃除機買った人がいいんだって。で、その掃除機の中から出てきたんだって。これでね、一挙に捜査が変わっていくみたいよ。今までの流れが。部屋の中ではさ、全然、覚醒が出てこなかったのよ。でも掃除機の中にはね、入ってたんだって。微量な。あとね、バズフィックスっていうところでね、すごく細かく書いてあるのよ。すごく参考になるので、皆さんちょっと見ていただけると、いろいろ分かってくると思うんですけども、遺言書ってさ、なんかミヤネ屋のこれ画像らしいんだけど、貼ってあったの。赤い字のさ、遺言書って、これなんか知人かなんかに送ったやつなんでしょ？で、これがなんかね、ちょっと普通遺言書って、赤い字で書くものなのかっていうのとか、あと、田辺市に寄付するとか、なんか書いてあるんだけど、本来、このドンファンって、こういう行政とかめちゃくちゃ嫌ってたんだって。だから、遺族の人とか、絶対そういう人とかに、そういう寄付するなんて考えられないってね、今すごく、なんていうの、揉めたり、あと追及とかもね、すごい進んでんだって。でさ、新しい家政婦とかの出現とかもいろいろ出ててさ、なんか、今度から新しく来るっていうね、なんか若いお姉さんらしいんですけど、でそのね、お姉さん、なんとね、働く直前に、実はなんか保証人かなんかになっちゃって、なんか2億円かなんか、ちょっと無担保で貸してほしいとかってね、なんかそんな風にお願いされて、ドンファン怒って叩き返したんだって。まあそういう人とか、あとね、元婚約者の、なんていうの、まあ、女の人がいて、その人に、なんか前の男の人と別れるために2000万円が必要だっていうんだよね。2000万円渡したんだって。で、元婚約者一向に結婚しなかったんだって。で、ドンファンは、返還、まあ、請求したらしいんだけども、裁判とかでも争ったりして、それでね、2017年5月に、元婚約者は、一転してね、結婚するとね、伝えて、夏入る直前に、ね、嫁入り道具が詰まった大量の段ボールや、家財道具をね、ドンファンの家に送ったんだって。で、結局結婚はせず、今のね、奥さんとドンファンは結婚したわけなんだけど、その段ボールの中にね、なぜかね、注射針入ってたのよ。出てくる人がすごくなんかいろいろね、複雑すぎて、あ、こんなことになってたのねって。マッポちゃんとかさ、どうして、なんていうの、捜査進展しないんだろうと思ってたら、いろんな人がいろんなところで、もうすごいごちゃごちゃになってたんだけど、今度の掃除機の件で、一気に話はね、もう違う方向へ進展してるらしいですよ。で、逮捕も近々なんかね、されるんじゃないかという。それで、このね、ちょっと覚醒が出てきた掃除機ね、ゴールデンウィーク後に、奥さんである S がね、近所のね、家電量販店で買ってきたんだって。で、家にいる人がみんな使ったりもしてたらしいんだけども、なぜね、この掃除機から覚醒が出てきたかっていうのはね、今警察が最も注目してて、でね、どうしてそれが入ったのか、あと、ね、どういう経緯でこの掃除機を買ったのか、で、結局、これをね、最後使った人は誰なのかとか、いろんなことをね、今、周りの人に聞いたり、ちょっといろいろ調査をね、違う方向、まあ、急展開してるらしいです。このことがね、3月中旬とか後半ぐらいからね、警察の方から発表がありまして、それでね、この方向で今ね、急ピッチでいろんな人にね、聞き込み調査とかもしてるそうなので、もしかしたら近々、事件が解決するかもしれないと言われてるそうです。あと、すかいらーくが純利益9割減。2020年1月から3月期の連結決済は、売上高が前年比 7.6% 減の867億円、純利益は 98% で、あ、純利益ね。黒字少し出たのかな。でもこれ1月から3月まででしょ。次がやばいよ。良いことがもう全然人入ってないしね。仕事でいろいろさ、お客さんと会ったりとか、現場の人とさ、ファミレス行くこととかってあるんだけど、デニーズとかも今やばいね。ちょこちょこっているけどね、デニーズはまだロイホとかいる。で、スカイラック系列のガスト。ガストは強いね。強いけども、やっぱり人急に減って、テイクアウトがメインになっちゃってるけど、そもそも外で歩く人少ないから、テイクアウトもそんな人、ね、買ってかないでしょ。近々、大手の、チェーン店、いくつか潰れんじゃないのかなって感じはするけどね。ファンクね、いろいろ、仕事でさ、外回ったりしてるじゃん。どうしても回らなきゃいけないんだけども、見ててね、マックは、やっぱ強いね。マック、あと、どこだろう、ミスドも頑張ってるけど、マック、ミスド、あと、千代田寿司ね。千代田寿司神ですわ。また同じこと言っちゃうけど。千代田寿司、あとどこだろう。でもそこら辺が強いかな。あと、吉牛とかもまだお客さん来てくれる人いっぱいいるじゃないですか。あと、てんやね。てんやよく混んでるの見ます。間隔空けて。あとは、みんなスーパーとかかな。行列とかも並んでますけど、それでもさ、一気に入ってくるんじゃなくてさ、お客さん人数絞ってるじゃないですか。その分、売り上げは減ってると思うんですよね。少しの人数しか入れないじゃないですか。いや、知ってる大手のお店がかなり潰れるんじゃないのかなっていうのはすごく、なんか実感してます。私をものにしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シゲクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。